はい、じゃ今日は緑炎天の動画を撮ります。店主来てください、こっちに。はい、説明してください。お願いします。これあれですね、切り目ですね、これね。ね、こっちにもある？ちょっと待ってね。はい、どこ？あ、こっちも切り目ですね。ああ、切り目いいですね。はい。あ、切り目。じゃあ、まあ、そっちまた後で行きましょうか。じゃあ、こっちのぬいぐるみが。ね、かわいいですね。うん。こっちは木の置物。木の置物ね。多いですね。かわいいね。いっぱいあるね。なんか動物園みたいになってるね。ほら。下はカットクロス。下はカットクロスがある？お、カットクロスですね。お、いろいろ。うん。あとパズあ、ル。パズル、あ、パズルね。お、なんか、で、怖い顔して。物語やね。これあグリれムね、童話グのリム童話だ本。ね。で、うん、あとカッカトックトロクロスス。と、こっちはテーブルクロあ、ス。これテーブルクロスなんだ。広げたら大きいんだね。かわいいね、これもね。ちょっと。収納がいっぱい。うん。じゃあ、このこっち行きましょうかが、ね。はぬいーい。ぐるみがまたいろいろ。あ、こっちもまたぬいぐるみが。なんか動物、盛りだくさんだね、動物がね。うん。いいですね。そして、この上の方もあるね。大きいクロ大スきい。も。あのテーブルクロスはこんな感じで大きい。広げたら大きいのかな？まあ、大きい大のきかさ、ら小小ささいいののもか。あってね。で、あ、ここにも切り目がありますね。はい。切り目ですね。はい、いいですね。ちょっと引きますか。じゃあ、こんな感じですね。今、紹介したのはこういう。ね。で、あこっとエち。コバッグ。あ、エコバッグね。あ、ここに切り目が。ここにもいっぱいありますね、切り目が。切り目もいろんなサイズ。うん。広げてみてもらうといいかもしれないですね。で、ここエコバッグね。エコバッグはなんかいろいろあるんですよね。これね、見てほら。ちょっとこれ見てみます？いっぱいあるんですね。ちょっと選手が広げてもらえると嬉しいです。あ、いろいろね。で、なんかドイツのスーパーのがあったって言ったんですね、この間。はい。じゃあ次行きましょうかね。じゃあメインの。おっと、おっと、これですね。おっと。これがガラスボタああ、ガラスボタンね。かわいいね。あ、いっぱいね。またね、インスタグラムでもいろいろ紹介すると思うから。あとなんかイースターのエッグスタンドとん？か、何？イースターイーでスター？復活祭っていうのがあって、うん。エッグスタンド。おお、卵。卵。イースター関連のクロスとかも、ありますあか？れもイースターやね、最初にの、ひよこの。ああ、そうなんですね。あとは、これはは、い。壁掛けプレート。あ、これ壁掛けプレートなんだ。そうおそう皿、ちそう。ょっと触っていい？ちょっと多分ね、このハンドペイントの感じああ、そが、ういうことやっね。ぱり、やっぱお皿皿ととししてては、は、ではなくて、落ちちゃうかもしれないからってことね。こっちもそう？壁掛け。うん。これがルーマニアの壁掛けプレート。ああ。もうお皿に見えるもんね。注意しないとあれですね、じゃあね。お皿として使う。あ、ほら、いた。この子じゃない？あ、そうそう、くちゃみ。口開けて可愛いよね。この子じゃないって言ったけど。あね、とこれもはボこタっン。ちも、はい。こっちの方にもちょっとクロスがあるあ、の、こっちにもあクるんロでスすいっね。ぱいあいっりぱいありまますすね。ね。いっぱいありますね。ちょっと広げてて分かった。どんな感じの。広げなくてもいいけど、こう。まあ、本当にうん。刺繍の、これクロスステッチかな。ですね。いろいろ。はーい。どういっかな、まあ、ちょっと全体を見せて、ちょっと店長こっちに来てもらっていいですか。はい。じゃこんな感じで開催してまはい、す。よよろろししくくおお願願いいししまます。す。ね。で、終わると思って終わんない。ちょっとぐるーっとまたね。ね。ちょっと店長こっち裏回ってもらっていいですか。はい。じゃあ、これ刺し子はいつもの通りですね。もうお店の感じはもう、見慣れてるだろうからね。はい。ね。こういう感じですね。よし、もういいかな。そしたらね。はい。じゃあ最後にこれでおしまいにします。はい。ありがとうございます。